不直。不、個室四十七年は、中国三国時代の呉の武将、政治家。字は小山。女州臨外軍は院権。チャンス昭和安史の人。子は、不教、不戦。孫は、不、不。同族は、不夫婦人。孫の藩、孫の育の母。三国史の呉氏史に、捨てがある。御書によると、歩ゆ氏は、 進むの大部である養氏に遡る一族で、負の地に所領を持ったことから、不正を称したという。先祖には孔子に指示したという不祝という人物がいる。新末干書の動乱期に将軍となった一族が、ワイ,イン公に封じられたため、以降は、ワイ,インを本籍地としたという。中央の戦乱を逃れて、江東に移った。貧しかったため、若い頃に昼はうりを売って、生計をなし、 夜は、勉学に励んでいたという。この時に行動を共にしたのが、高領の A バタという人物であった。ある時生計を図るために、会計の小進む卿、小勇、クレロクによるという豪族に取り入らざるを得なくなった。小進む卿が、ふ、太ちを見下して存在に扱ったため、A バタが屈辱に憤慨したものの、ふ、は、平然と応対したという。官にいた後、 一年ほどして、病気で免職となったが、親友である、諸葛金や玄春と共に、呉軍に出てきたという、御所。孫権が、うち取り子将軍となり、将軍府を開府すると、府は召し出されぬしき、改縁県庁となった。孫権は、借将軍になると彼を召し返し、東総城とした。御所によると、孫権が、助手墨となったとき、 おさむちゅとなり重げに推挙されたという。また時期は不明だが、美の不服住民であった、方虎討伐にとうがさね、両党、賞金とともに出陣している、とうがさね。二百十年には新設された、陽大主に任命されたが、間もなく、公衆志士に抜擢され、立武中郎将となり武装した役人を千人ほど、引き連れて認知に向かった。翌年にはい、自 進む南中郎省となっている。当時の公衆は、クレキョと、章の一族が割拠していた。クレキョは、劉氷が任命していた、ライッシ氏を追放し、尊権を後ろ盾として自立しようとしていた。しかし、府は、クレキョを信頼せず、表面的には、友好的な接し方をした上で、会見の場で暴殺した。 これにより、負の異名が鳴り響くようになると、小一族も尊権に従属するようになった。220年、死死の職を、露体と交代することになり、新たな認知である調査に向かったが、公衆の人々に慕われたため随行者が一万人ほどになったという。この頃、職官が慶州に遠征し、医療の戦い、隣接する武僚の蛮族もそれに交応して、 不穏な動向を示しつつあった。不は、尊権の命令で、旬動する武良の異民族を、益用で牽制する役目を担い、諸が敗北し、五が勝利した後も復従しない、異民族の平定に尽力した。二百二十三年、右将軍、様守軍となり、臨将校に封じられた。洋が、師匠を通して、呉に吉美を求めてくるようになると、不、 和尊権に取りなしを約束し、その服従を受け入れた。その功績で平恵比寿将軍を、加冠され、広の武に封じられた。二百二十六年には不死を与えられ、愚痴に中屯した。二百二十九年に、尊権が即位すると、氷帰将軍、奇襲牧となり、同年陸村に代わり、清涼届く。清涼は、かつての医療も任された。直後、の再がったため、 紀州の牧は罷免されている。兵記将軍になった後、軍勢強化のため、紙兵を募ることを尊権に申し入れたところ、武将において、慶州の軍勢を陸村と共に預かっていた、反孵化士から警戒されたため、許可されなかったという、反孵化士伝が引く、御所。また、時期は不明だが、張勇を推挙し軍事に携わらせたところ、長将はこれを喜ばなかった、長将伝。 孫権の大使孫党は、陸孫たちの補佐を受けて、武将で政治に携わっていたが、ある時、府に、慶州の人物について、意見を求めた。このため、府は、諸葛金、陸村、主前、低広氏、半府河氏、拝源、河口省、旗、李宿、修城、石見幹など、慶州で功績を挙げた、暮の人物を十一名ほど列挙した後、 生や全館での事例を挙げて、賢人を用いるよう忠告した。長尚の死後、孫権の判断力が衰え、両一のような関心を、徴用するようになると、不、若い耳を、反復化し、諸葛金、陸尊たちの中言に耳を傾けるよう、孫権に対して、熱心に説得した。このため孫権も後に真相を悟り、両一を中殺して軍心に詫びた。 尊権にまた以前のような補佐を求められると、当初は民政は担当外だとして、諸葛金、露体、修善たちと共に、この要請を目殺したた、尊権に以前のような補佐を嘆願されている、クレシュは、両一事件の以前にも、尊権によく上層し、日の目を見ずにいた者を救ってやったことがあったとされる。ただし、尊権に全てが聞き入れられたわけではなく、 クレクには、幸福者からの情報で、義が応援をせき止めて、クレを撃つ計画があると聞いたとき、上層した上で、尊権に対処を求めたところ、尊権に非現実的だとして、一生に付された話が掲載されている。239年には、諸葛金と共に、周遊の子集団への社名を尊権に嘆願した。朱禅や禅も同調したため、 尊権もその熱意にほ出され、州種を許す気になったが、州種がすでに没していたため、近いへの復興を果たせなかった、州油伝。241年の大規模な北伐、借費の役にも、官方の新規によると参戦していたとある、義士、三小定期に引用。諸葛金と共に、慶州方面に出撃し、左中を占拠したが、慶州と陽州の両戦線が到着すると、 鉄兵している。243年頃から、大使の地位をめぐって、孫和と孫派が争うようになると、二宮事件、府は、前夜、露平らと共に、孫派を支持し、孫派を支持した、陸村たちと対立したという、呉守護士伝が引く、通。しかし、府、善や、他のつてにおいて、具体的な動静は何一つ書かれていない。 翌年、主前と別々に上層し、職の同性が不穏であるから、職の寝返りに注意するよう尊敬を促した、クレシュレン。245年に、リクソンの死後、翌年その後を受けて上層に就任した。上層になっても質素な生活を送り、自身の勉強としてへの教育に没頭したが、妻子には贅沢をさせていたため批判されたという。 また、清涼での駐屯期間は20年にも達し、その威信はショックからも敬意を払われたという、247年に死去した。この不況が継ぎ、その後は孫の不、が継いだ。しかし軍事的な職務の継承は、この不戦が務め、引き続き清涼の軍事を任された。272年、不戦は、孫公の暴政に不安を感じ、進むに降伏し、 クレに対して反乱を起こした。不戦は数ヶ月にわたって牢上したが、頼みにしていた進むの援軍が陸攻によって大敗したため、結局鎮圧された。このため、人質として進むにわたっていた孫の府を除いて一族皆殺しとなった。土量が大きく、気度の感情を表に出さなかった。博学多才で知られ、 性格も冷静沈着で人当たりの良い一面があった。人物眼にも優れ、尊権に多くの有能な人物を推挙した。永英戦の周明は、府、諸葛金、元春、長生、古生の人物を比較し、称賛する書物を残した。陳珠も周明の評価を引用し、それに同意を示している。小説、三国支演儀では、尊権が招いた家臣の一人として、 名前が上がる。石壁の戦いの際の幸福派の家臣の一人として登場するが諸葛亮に論破、罵倒されている。また、医療の戦いの時は、リクソンの抜擢を尊敬に進める沢の提案に、対し、雇用とともに、リクソンの才能を過小評価し、その登用に反対している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。